なんとガオー第4回ガオーにスポンサーさんが出てきました。マジですよ。おお、ファイン様が、はい、今回協賛っていう形で。ありがとうございます。イケメンが多分一番得意なんですよ。はい、実は餃子かつけ麺が出た。自分が出てるやつ解説するのシュールですね。絶対やるぞ。はいはい、急にオープニングをやるで、我台本もあるわけがないけど、サムライに何を喋ったらいいのか分かりませんが、今日何ですか。いや、もう何を隠そう、はい、第4回ガオ東の陣ということで、今日ガオきたー、すいません、ガオですね、はい、ガオです、ガオです。で、今回まあガオをやるんですけど、指はどれが一番自分のスペックを生かせると思う。単純に食材だけで見るとつけ麺が多分一番得意なんですよ、うん、ずっとそうですね、そうです、そうです。お米は本当に麺も基本つまんないです。麺にシャックルとか出なければ一致じゃん。どうだったら捨てんねん。そうだ、チャーハンですけどね。でもそれはこれで、そうなんですよ、そこを、そこそこ、いやでもみんな待ってるよ、これで泣くところ待ってるよ、みんな映像で待ってるから。俺先方でごめんちょっと衣装着てみたいな。チャーハンやりたくない。お前ここすごい言ったらすげえな、むきらしい。でも誰が言っていいだろう、とりあえず自分の実力出せるように突っ走ろうと思うんで、大将頑張ります。大将頑張って一緒か。ここで順番、なんでこれでつけ直さずに持ってたの。始まって制作側の一番強いの、一番最後盛り上がる気するんだよ。あ、宮さんだから、うん、まあ、知るじゃない。なんで今に持ってるんだよ。そんな感じ、そんな感じで頑張りましょう。次の差は確保ね、マジで。そこそこの大差つけられるから、あの大差つけ返してくれる。僕はお米好きキャラなんです。実はライスソルジャーですよね。ライスソルジャーとか言ってきながらお米の奥にやってたんで、まあ、実は餃子かつけ麺が今感じるか、みんなこう分かれてるっていう。でつけ麺が、そうです、まあ、島県が結構強いイメージあるんで、つけ麺の動画結構多いし、まあ僕の中では相対的に強いっていう、飲んでるし、なんかつけ麺の、まあ、話ですけど、まあ今そうですね、まあ、餃子とつけ麺が希望で、まあ、餃子が多分ゾウさんが一番この中では多い。僕が多分つけ麺を、そうなると対戦カード的には前と結構予想としては一緒になる感じです。サザエさんだったらマックス、まあどこになってもまあ強いから、メンツは早食いも挑戦もちょっと得意分野が違う、魔王が3体いるみたいな。マックスさんって言われたオールラウンダーだし、アスカツさんも別に全部強いし、特に早食いが強い。まあでも多分自分のベストを尽くしていけばそれが一番大事ですよね、相手とセルフも。そうですね、じゃあ改めてゾウさんがゾウさんというか、で、カーダイさんがシャッシャッシャッで、つけ麺で OK です。はい、行きましょう。はい、カツをどうでいいですか、こちゃんの。あ、これは、はい、お願いします。絶対カツね。はい、はい、絶対やるぞ。あーガオー東西チームバトル東の陣大将戦を始めたいと思います。東チームエビマヨちゃん、西チームシノケンくん、大将戦メニューはつけ麺1皿 650g、 制限時間15分となっております。なおつけ汁の方はグラム数には入りません。さあ始まりました、ガオー大将戦肉玉つけ麺大食い対決、実況解説は私シノケンが詰めさせていただきます。てかなんか自分が出てるやつ解説するのシュールですね。さあ簡単にね、あの対戦形式の方か説明させていただきますと、まあ、具材と麺を合わせて1杯あたり 650g の肉玉つけ麺をどちらが多く食べられるかの勝負。 650g ってまあまあ多いですね。ちなみに具材は卵黄、ネギ、炒めた豚
豚バラ肉ナルトが入っております。で制限時間は15分。なおこのね重量に漬け汁は入っておらず、食べた重量は具材と麺のみでカウントされます。まあ、つまりね漬け汁は何回垂れても 0g 扱いですね。まあ、こうなるとね一見漬け汁を一切使わず、まあ、麺と具材だけを食べとけばねもう効率最強のように思いますけど、ただねあの漬け汁使わなかったら使わなかったでもう麺の流動性なさすぎてね全然スピード出ないんですよ。まあ、つまりあまりにね漬け汁を絞ると自分の胃の容量を使い切れずに、まあ、終わってしまうというリスクもあるということですね。したがって、まあ、時間と自分の胃のキャパを考えて使う漬け汁の量を考えていく必要があります。まあ、つけ麺の大食いね、意外とね、脳みそ使うんですよね。で、今回のルールを考えてみると、まあ、制限時間が15分で、まあ、結構な短期戦なわけですね。なんで、まあ、個人的にはつけ汁はね、惜しみなく使った方がいいと思いました。まあ、つけ汁贅沢に使えば、まあ、当然ね、お腹は膨れやすいんですけど、まあ、この15分だったらね、多少苦しくなってペース落ちても、まあ、なんやかんや箸が止まる、まあ、完全なね、限界を超えるまでに、まあ、制限時間の方が先に来るんで、まあ、最初に飛ばした分のリード込みだと、まあ、結局ね漬け汁全開でいった方が多く食べられることが多いんですよね。だから僕はね漬け汁を思いっきり使いましたね。ただそんなねヤムチャとは対照的にエビマヤさんは最初漬け汁なしで食べ進めてはりました。まあ、エビマヤさんにはねエビマヤさんの作戦があったと思うんですけど、個人的にはねこれはね結構ありがたかったですね。というのも、まあ、僕よりもねエビマヤさんもはるかにキャパある方なんで、まあ、そのね圧倒的キャパの暴力でもう同じ戦法やられたら僕ただの介護官なんですよ。まあ、ポケモンで言うと、まあ、ガブリアスとフライゴンみたいな関係になって負けちゃうんですよね。まあ、上取られてワンパンされます。前回のガオー唐揚げカレー15分対決がそうでしたね。前回も僕とエビマヤさんの対戦カードだったんですけど、まあ、僕がね、もう最初からね、うおーって、まあ、全力でいったら、なんかね、もうそれを上回るスピードで、エビマヤさんが1杯目完食して、まあ、そっから15分間、一生リードさせてもらえず、まあ、最終的にね、1キロ以上の差をつけられて、もう大敗北を喫しました。いやね、あの絶望感やばかったですね。もうマラソンで例えると、まあ、自分より長距離速い人に、最初の3周ぐらいリードして握ってるって思って、まあ、全力出して結構ヒーヒーながら走って1周目で、まあ、すでに相手の方が速かったみたいな感じですからね。まあ、しかも相手めっちゃ余裕そうみたいな。いやもうこれやむちゃするしかないですよ。で一方ね、今回の場合、この戦法だったら、まあ、エビマヤさんがね、その圧倒的なキャパを解放する前に終わってしまうというね、僕にとっての、まあ、数少ない、まあ、勝ち筋が生まれるんで、まあ、最初に申し上げたように僕にとってはね、まあ、ちょっとありがたかったですね。まあ、実際序盤は結構リードを広げることができました。これワンチャンあるかもしれんって、まあ、フラグ満載の思考が頭をよぎった瞬間、まあ、エビマヤさんがねこのタイミングで漬け汁を使い始めます。ここがね第一ターニングポイントですね。僕にとっては絶望の始まり、フラグが立てるもんじゃないです。まあ、当然ながらねここからエビマヤさんのペースは急上昇するんで、まあ、ここでねリードを広げる展開から、まあ、序盤に稼いだリードを残り時間守れるかどうかのゲーム展開へと変わります。これね、まあ、漬け汁使うタイミングでもうちょいね遅くしてくれたらね、まあ、よかったんですけど、まあ、人生そううまくはいかないと。そういやね、皆さんご存知だと思うんですけど、まあ、今回の団体戦は前回のガオーと違って、まあ、先鋒戦、中堅戦、対象戦でね、レギュレーションが異なるんですよね。まあ、前回は、あの、先鋒戦、中堅戦、対象戦、どれも唐揚げカレー、制限時間15分だったんですけど、まあ、今回はね、あの、先鋒戦が餃子10分、中堅戦がチャーハン20分、対象戦がね、つけ麺15分とすべて異なります。まあ、これによりね、いろいろと勝手が変わる部分が生まれましたね。まずはね、あの、誰をどこに出すのかの駆け引きが熱くなりました。まあ、最終的にね、あの、勝敗を分けるのは、まあ、チームで食べた総重量なんで、まあ、基本的にね、あの、各々の得意分野で出れば、まあ、それがね、もう最適解に見えるんですけど、まあ、今回ね、もうややこしいのが、各レギュレーションで制限時間がね、異なる点なんですよ。まあ、例えば、あの、例を挙げますと、まあ、A 君、B 君、C 君の3人1組のチームが
があったと。でその中でね、まあ、特に A 君がね強かったとします。で、まあ、A 君は餃子が得意だったと、まあ、じゃあ、まあ、先鋒戦 A 君でええやんって、まあ、なるんですけど、まあ、先鋒戦のね制限時間ってね、まあ、10分なんですよ、まあ、つまりこのね戦力的に見たら貴重な A 君を、まあ、この3戦 10+15+20 の、まあ、計45分の中でね、まあ、たった10分しか使えないんですよね。これってねちょっと損ですよね。まあ、だから、まあ、たとえね、まあ、A 君がチャーハンあんまり得意じゃなかったとしても、この実力を重視してね、まあ、A 君を20分間使えるチャーハンに出すという選択肢もね普通にあり得るんですよね。まあ、これがねもう本当にややこしいと。まあ、そもそもね自分がどのぐらいのキャパなのか、得て不得てで、まあ、食べられる食材実際に他と比べてどれぐらい変わるんかとかがね、まあ、結構曖昧なのに、これはねチームで他の人とすり合わせてもうチーム内の最適解出すのマジで難しいんですよね。まあ、だからね今回西軍は先鋒戦ゾウさん、中堅戦カーザイルさん、大将戦ヤムチャ、そして東軍は先鋒戦ラスカルさん、中堅戦マックス鈴木さん、そして大将戦エビマヨさんっていうねオーダーだったんですけど、まあ、これがね最適解じゃないっていうこともね十分あり得るんで、まあ、もしよかったらね皆さんなら、まあ、あの皆さんが監督だったとしたらね、まあ、どこに誰を出したら良さそうかとか、まあ、普段動画見てる様子とかイメージからでもいいんでね、まあ、私はこう思う、俺はこう思うっていうのをねぜひコメントいただけますと幸いです。まあ、長々と書きましたけど、まあ、これがね勝手が変わる部分1個目で、まあ、もう一つはね予習ができないことですね。まあ、どういうことかというと、まあ、前回はねあの先鋒戦こそ完全初見なんですけど、まあ、後に控える中堅戦大将戦に出る人は、まあ、そのね先鋒戦とかの様子を見て、まあ、作戦立てられるんですよ。であとはねその先鋒戦で戦った、まあ、前の戦った人の意見とかも聞いたりできます。まあ、これね結構でかくて、あの自然とね後になればなるほどね最適の先方で臨むことができたんですけど、まあ、今回はねもう全てが初見なんで、まあ、その場で求められる対応力っていう要素がね上がりましたね。まあ、特に短期決戦だと、まあ、ペース配分見せるとね結構巻き返し厳しいんでなおさらです。まあ、以上がね、まあ、大会全体における前回との変更点と、まあ、それによって生じる影響ですね。まあ、やってる側としては、まあ、楽しくもあり不安でもありってところなんですけど、これ見てる側としてはねどっちがいいとかあるんですかね。まあ、いろんな食材見える方がいいのか、まあ、実力差がよりね6人の間ではっきりと出る同じ食材がいいのかとか、まあ、これもね今後のレギュレーションの参考にさせていただきたいんで、まあ、よければねコメントいただけますと幸いです。さあ残り6分ちょっと、辛くもリードを守り続けるヤムチャですが、この辺りからねエビマヤさんがタッチスタイルに切り替えてさらにギアを上げてきます。もうやめて。まあ、よくね立って食べた方が楽なのかという質問いただくことあるんですけど、まあ、座ってる時と比較して、まあ、立ちスタイルの方が胃が圧迫されずに、まあ、胃の周りにね、まあ、スペースの余裕ができるんでかなり楽になります。まあ、食べ放題とかね腹パンになるまで食べたり、あとね飲み会とかでねタプタプになるまで飲みすぎた時とか、まあ、座ってるよりもね立ってる方が楽になりますよね。まあ、ちなみにガオではこの立ち食いっていうのは認められてるんで、まあ、このエビマヤさんのスタンディングスタイルはねもう合法れっきとした戦術です。さあそしてここでお互いに同時に5杯目を完食。このねギアを上げてきたエビマヨさんについに背中を捉えられましたね。ヤムチャやばい、この時の僕は焦っておりました。立ち食い始めてからのエビマヨさんのペースの上がり方マジで異常だったんですよね。お前ヤムチャそんな悠長してる暇があったらお前もなんで立ってやらへんねんって、まあ、意見あると思うんですけど、まあ、今回つけ麺なんで、まあ、あのすする時に立っても麺つけ汁につけるためにねこれ座らないとダメなんで、まあ、普通にやるとねこのしんどいしロスも大きいんですよね。まあ、だからこのつけ麺では立ち食いは実質不可能、まあ、だったはずなのにエビマヤさんはねスタンディングスタイルを始めたんです。ちょどういうことやねんってな感じなんですけど、まあ、なんとねエビマヤさん座った時にこの麺をねつけ汁の中に、まあ、パンパンになるまで入れて、で麺をほぼ丸々いっぱい入ったそのつけ汁容器を持ち上げてね立ち食いしてはるんですよ。いやこれはねやばいですね。まあ、何がやばいって、まあ、これやるとあのめちゃくちゃね麺がつけ汁に絡む上にもうつけ汁の中のね滞在時間も長いんでこれねつけ汁がほぼ全部消し飛ぶんですよ。なんで、まあ、いくらねつけ汁潤沢に使うといっても麺一杯に対しこれね丸々一つのつけ汁を使うってなるとね、まあ、相当キャパをね消費するんですよね。これはね余力
くないとできないですよ。真似したくても無理ですね。なんで僕おとなしくっていうかね、仕方なく座って食べてるわけですけど、ね、当時ね、エビマヨさんが立ち食い始めた時、つけ麺で立ち食いってどういう原理でやってるんやって、わけわかんなかったんですけど、ね、編集段階になってね、まあ、エビマヨさんのその立ち食いスタイル確認した時、あまりにね、パワー系な立ち回りにね、まあ、変な笑いありましたね。こういうやり方あるんやって。いや、こういうやり方あるのはしてたんですけど、まあ、現実的ではないんで、まあ、自然と選択肢から消えてましたね。まあ、そしてここでエビマヤさんは6杯目を完食。ちなみにね、この6杯目のタイムと、まあ、1杯目のタイム一緒らしいです。どういうことなんですかね、これ。いや、今から勝負始まりました。さあ、ここで残り3分となりました。ヤムチャは6杯目、エビマヤさんは7杯目で、差は約 0.5 杯ぐらいですかね。エビマヤさんは7杯目を今、つけ汁に移し替えて、立ちスタイルへと変更していきます。まあ、あとはね、もうこの残り時間でお互いのベストを尽くすだけですね。まあ、ちなみに、この対象戦、実はね、企画段階初期では20分で、中堅戦のね、チャーハン戦の方が15分だったんですよね。ただ、まあ、さすがにね、チャーハンの方がつけ麺よりね、まあ、食べるのに時間がかかるんで、まあ、このままだとね、つけ麺の比率が大きくなりすぎるということで変更になったんですよ。まあ、これね、つけ麺20分だったら、まあ、たった5分ですけど、またね、展開が全然変わってたかもしれませんね。まあ、結構ね、制限時間30分とか45分とか60分みたいな、まあ、大食い番組でよくなんか採用されているレギュレーションでやってほしいっていう意見も、まあ、いただくんですけど、まあ、ガオー自体がね、そのノーカット対決をモットーにやってるんで、まあ、テレビみたいに編集で短縮できたりしない、できないっていう風に考えると、テンポ的にどうなのかなっていうのはちょっと気になりますね。ただ、出場する側としてはそっちもぜひやってみたいレギュレーションではあります。さあ、ここでヤムチャがようやく6杯目を完食して7杯目と突入いたします。さあ、そして残り時間は2分を切りました。泣いても笑ってもこのガオー第2回残り1分40秒です。さあ、そしてエビマヤさんが手に持っていたつけ汁の中にあった麺の方を完食し、残りのつけ麺をつけ汁に入れる選択肢は取らずにそのまま直接食べ始めましたね。これは残り時間が少ないんで、まあ、つけ汁に麺を入れる時間を惜しんだか、まあ、もしくはね、さすがにエビマヤさんちょっときつそうな表情を見せ始めてたんで、まあ、キャパ的につけ汁がきつかったのかもしれません。ちなみに僕はもうこの5分ぐらい前からこんぐらいきつそうな表情をしましたね。さあ、残り時間はいよいよ1分を切りました。ちなみにこのお店、オチさんのつけ麺、具材に味付きバラ肉と卵黄があって、まあ、麺もね、ツルツルのどごし系なんで、つけ汁ありと比較してスピードは出ないとはいえ、結構ね、つけ汁なしでもすれます。ちなみにこれ店主さんのお墨付きで、まあ、なんならね、つけ汁使わない戦法を直接提案されたほどです。まあ、でもなかなかね、麺とかに自信ないとつけ汁なしで食べることって提案できないですし、まあ、実際それでもうまいのがね、このお店のすごいところですね。さあ、そしてここでエビマヤさんが7杯目を完食し8杯目を突入。しかしまだお箸は止めません。残り時間は15秒。泣いても笑っても残り15秒です。このガオーでは最後口に含んでいた分までカウントされるんで、ラスト数秒の立ち回りが非常に重要となっていきます。さあ、どうか。5、4、3、2、1、終了です。それでは戦ってもらった2人に一言ずついただきましょう。エマヤちゃん、いかがだったでしょうか。そう、初め2杯目、3杯目、何杯目までかちょっと覚えてないんですけど、ずっとしのけんくんがリードしてて、これどうやったら縮められるんだろうなって考えたときに、どうしてもカメラを意識しちゃってる自分がいて、綺麗に食べなきゃ、綺麗に食べなきゃって思って、それは違うなと思って、そこは一切考えずに、ね、1g でも多く食べようと思って。だからなんか多分いろいろ意見分かれると思うんですけど、個人的にはすごい楽しかったし、こういう場でなかなかない
して周健くんどうだったでしょうか。まあ、まず前負けたっていうのもあって、まあ、絶対勝ちたい相手だったけど、まあ、ちょっとチーム的にも、まあ、いっぱい差つけないとダメだったんで、もう最初から結構飛ばしていったんですけど、途中やっぱちょっとペース落ちて、抜かれた時に、もう追いつけなかった。最終的に 400g ぐらい差つけられてしまって申し訳なかったです。強い思いでやってたっていうのを多分見てた人たちは全員分かってると思いますので、本当にいい勝負だったなと思います。皆さんご苦労様でした。お疲れ様でした。